はい、どうもシャマです。さあ本日はですね、カードショップで買ってきたデュエルマスター聖域寺開けていきたいと思います。今回は多いですよ。はい、今回なんと聖域寺をですね10パックも買ってきてしまいました。実はですね、当たりリストがとてつもない感じになっているんですが、こちらデュエマ聖域寺ということでですね、まあかなりね当たりのカードが多いんですよ。限定200個でこれだけ当たりがあるんだったら、まあ大体ね10パック買えば3つぐらい出るんじゃないかよってことでね、一番上のカードですよ、一番上の、はい、ボルシャックドギラゴン、こちらをね目指して当てていきたいと思います。はい、では行きたいと思います。まず1パック目、いやこれどんな感じで出るのか全然想像がつかないんですよね。まあ、私ね、物欲センサーに引っかからないように、とりあえず手前からね、ポンと10パック持ってきたわけなんですが、さあ行きましょう。あれ？ピカチュウ？ピカチュウじゃないか。あれ？雲竜ってことは？これ外れか、もしくは間にとてつもないカードが入ってるとかじゃない？雲竜？ヘッタクソサックス。ヘッタクソサックス。ヘッタクソサックス。え？ああ、デッドゾーン、デッドゾーンね。はい、一応これ当たりなのかな、まあトントンぐらいですよね。はい、当たりですとかもう1個出ちゃった。やばいやばいやばい、大丈夫かこれ。うん、トントンだけど当たりリスト的には乗っちゃってるぞ。はい、インビジブルエボチャージャーですね。はい、エボチャージャー系です。プレイ、はい、C 界からのボルシャック、おお、ギャリベーター。システムクリーチャーとしてはかなり有効なカードですね。非常に強いです。この見た目でデーモンコマンドっていうのもいいけどね。よいしょ、はい行きましょう。あれ、なんか光ってるよ。ストマック、はい、色を、ああれ、ベリーレア、ベリーレア、おお、爆革命グレンモルト、ベリーレア、30円コーナー、ああれ裏向き、ほい、え、ほい、え、はい、あー、デブラね。ボルシャックドギラゴンでも当てればいいの。私しかも最後に当てるからね、こういうの最後に当てちゃうからね。さあ行きましょう。アローラじゃない、ケローラ、え、上と乾き、ケローラ、上が来てるよ、上がすごい、上が、上が来て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 、最後、え、嘘、え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 、このカードってそんな強かったっけ。最後に当ててね、トレジャーランク A クラス今回目指しますからね。ドン、おお、ドン、はい、ドン、ドン、あ、ドラゴンズサインね、よいしょ、あー全部ドラゴンズサイン、あー有料カード入ってる。もっと大きいのが欲しいの、もっと大きいのが、大きいのが欲しいの。あ、どうでしょう、あー、またこのパターンか、怖いな。よいしょ、スパイナー、あ、これ多分重いパターンだ。あ、久しぶりに来たこのコモン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 の流れで来るんじゃないか。ガラティアドラゴン来るぞ、これ多分一発大きいの。さあ来ましょう、カプリコンからね。はい、残り2パックです。やばい、あー、くそ、絶対良くないわこれ。ベリーレア軍やめてくれ。あー、うわー、おー、30円コーナー、はい、行きましょう。最後、最後でドコーンと当てるからね、本当にね、もうびっくりするよみんな、これ見たら、本当驚いてね、ひっくり返っちゃう。皆さんのね、見てるね、多分椅子に座りながら見てると思うんですけど、わ、コモンコモンコモン大当たりのやつですよ、これ多分流れとしてはね。イノシシ島から来て、はい、イノシシ島、次が満徳チュース、4、5できる、次6来る、はい、あ、1だった。最後のカードがこちら、帰ろう、終わり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 、はい、終わり。なんだよもう。はい、ということでね、本日は千オリパー10パック買いをしていきましたが、このような結果となりました。はい、ですね、私のこの無様な姿ね、はい、全国に公開することになりますが、うん、まあね、こういうこともこれが現実ですよ。はい、ということで今日はこれで終わります。リツイートぜひよろしくお願いします。